皆さんこんばんは、土弱園芸の鈴木です。本日は、ミニミニメダカ水槽のメンテナンス方法についてお話しさせてもらいたいと思います。よく見ていただきますと、もともと寄虫葉だった長葉もだかですね、今徐々に水中の葉っぱに変わっていく過程で、古い葉っぱがね、だんだん黄色くなってくるんですね。下から新しいね、ちょっと黒っぽい、緑色ではない、ちょっと黒っぽい葉っぱがね、どんどん新しく出てきているのがわかるんですけど、これは水中葉と言われまして、半透明でして、水中に適応した葉っぱですね。で、このちょっと、黄色っぽいのなんかは、もうだんだん枯れていく葉っぱなので、こういうのがね、黄色いのが出てきたら、ハサミなんかでチョキチョキっと切って、処分していただきたいと思います。じゃあ、ね、こんな感じでメダカさんちょっとねびっくりさせますけど、チョキやたらとキレの悪いハサミでハサミ変えますね。最終的にはかなり掃除していただくことになると思うんですけど、この方にもね黄色い葉っぱがね出てきてるんで、ちょっと少しずつ入れ替わっていくもんでして、水槽に沈めた水草が調子悪くなってきたんじゃないかって心配される方もいらっしゃいますが、大丈夫だと思います。ただね、日当たりが悪すぎるとかですね、環境が悪いがために本当に枯れてきてる場合もあるので、よくよく栽培環境なんかを栽培環境なんかにね注意していただきたいと思います。ですね、今日は、水の、入れ替えもちょっとさせてもらいたいと思います。このね動画で見る限りは綺麗そうに見えるこの水ですけど、少しずつ汚れてきているような感じがあります。ガラスの側面なんかもね、ちょっと苔がつきかけてたりもするので、もう少しね水が安定するまでの間ね、水替えなんかもこまめにしていただきたいと思います。で、こちらの水槽がですね、非常にミニミニ水槽と呼ばせていただいているだけあって小さい、水槽の重さを除けば水を満杯に入れても 3.5 キロってことですね。水量が 3.5 リットルしかない、入らないのね。ですから女性の方でも多分そんなに苦なく持ち運びができるんじゃないかなと思いますので、ここで水抜き作業なんかせずに、このまま流しなんかにね持って行って、洗面所とかですね、お風呂場とか持ってって、で水の交換を簡単にしていただくことができるんじゃないかなということで、非常にこの小さいのを逆におすすめさせていただいております。じゃあちょっと一旦、こちらですね、水替えする前に軽くガラス面をスポンジかなんかでねこうスーッとしていただくと、突きかけている苔なんかも取れますので、
今日はねちょっとスポンジすぐ用意できなかったんで軽く手でこすらせてもらいますね。本当にあのメダカが気になる方はね一旦避難させてもらった方がいいかもしれないですね。私なんかちょっとそのままやっちゃいますけど、メダカちゃんごめんねって言いながらこんな感じで、ガラス面をきれいにした後に、カップかなんかでですね、あまり水を一気にたくさん変えると良くないんですけど、まあ、あの同じ場所でね、汲み置きしておいていただいた水であれば、まあ、そうそう滅多なことはないので、まあ、あのすごく慎重にされる方は大体水替えの量3分の1ぐらい、原水量のね3分の1ぐらいって言われたりしますね。私の場合はあの半分ぐらい変えようかなと思っております。このような感じですね。で、いつものように、お皿か何かを当てながら水を入れたいと思います。まあ、設置させていただいた時にもご説明させていただいているように、汲み置きした水を入れていただきながら、土が掘れないようにこのようにカップかなんかお皿なんかにね当ててもらいながら水を受けていただきながら水をゆっくりと注いでください。メダカはねあの水の水温の違い結構敏感ですので気をつけていただいて、水槽と新しく入れる水温がね大きく違わないように、はい、これで、ね、水が少ないんで水替えもこんで完了です、ね、本当に片手で水槽が水入った状態で持ってちゃいますからね、非常に軽いです。でもですね、この今ちょっと縁を持ちましたけど、水槽っていうのはあんまりこう、水をね張った状態で運搬っていうことまで、考えて作られておりませんので、これ非常に軽いからまだマシな方なんですけど、まあ、運搬する際は十分注意していただきたいなと思います。以上、これで、メダカ水槽の水替え完了です。それではまた。あとですね、あのこちらの、 あのミニミニメダカ水槽ですね、まあ、今まであの一つ一つのパーツで販売させていただいていたんですけど、どれを揃えたらいいのかよくわからないなんていうね、ちょっと面倒くさがり屋さんの方のために、この一つの注文で、セット一式揃っているっていうのを作らせていただきましたので、鈴木がやってるこのミニミニ水槽、ちょっと自宅でもやってみたいなって思う方はぜひご購入ください。以上です。